およそ1865年のシブレーのポートレート。撮影 W マシューブレディ・ヘンリー・ホープキンスシブレーは南北戦争中ニューメキシコ巡州で戦ったアメリカ連合国軍准将。シブレー家はもともとイギリスとスコットランドの国境地帯の出身である。1629年に彼らはウィンスロップ探検隊と共にアメリカに来てマサチューセッツに入植した。 ヘンリーの祖父ジョン・シブリー博士は医療従事者としてアメリカ独立戦争で役目を果たした。彼の最初の妻のエリザベス・ホープキンスの死の後にルイジアナに移住した。ジョン・シブレー博士はナチトチェスのレッド側下藩に落ち着いた。1803年に彼は連邦政府のために西ルイジアナの遠征を行った。1811年に彼の息子、 サミュエル・ホープキンス・シブリーは、ナチトチェスまで彼についてきて、そこで1815年からの1823年に彼が死ぬまで軍所務係として務めた。ヘンリー・ホープキンス・シブレイが7歳の時、彼は、おじのジョージ・チャンプリン・シブレイ夫妻の死体行き、夫妻は、オハイオ州オックスフォードに、オハイオ州を設立し、彼はそこに入学した。17歳の時に、 ヘンリーはウェストポイントの陸軍士官学校に入学した。彼は1838年にアメリカ合衆国陸軍士官学校を卒業して第二米国流騎兵の少尉に任命された。1850年代に彼はシブリーテントを発明してその後西部開拓地で広く使用された。また彼は第二次世界大戦の到来まで使用されるシブリーストーブを 発明した。南北戦争中、彼の失敗したニューメキシコ戦役は、コロラド州までのサンタフェトレールの支配と、そこから不登校のあるカリフォルニア州へのアクセスを得ることを意図されたものだった。しかしながら、彼の貨物車を失いカリフォルニアの北軍の隊列が接近していた時、彼はグロリエタの戦いの後に撤退を余儀なくされた。彼の相手は、 エドワード・キャンビー大佐で、以前はアメリカ合衆国陸軍における同僚であった。1862年のサンアントニオへのシブリーの撤退は太平洋までの拡張とカリフォルニアの鉱物資源の利用への南部連合の国の絶望を終了させた。ニューメキシコ戦役での失敗の後は、シブレーは小さな戦場での指揮を与えられ、またアルコール使用障害と戦った。 彼は1863年にルイジアナで軍法会議にかけられた。職務怠慢で有罪になることはなかったが彼は非難された。戦争の後彼はエジプトのカディーバの軍事アドバイザーとして役目を果たし、その後貧困のためにバージニア州フレデリックスバーグで死亡した。アメリカ合衆国将軍でミネソタ州知事のヘンリー・ハスティングス・シブレーは 彼の登園である、ありがとうございます。